皆さん、お元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。本日も出前牧師館チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴お願いいたします。6月9日木曜日、未来の心配をやめて過去と今を感謝しよう。そういう題でお話をしたいと思います。まあ私は本来くよくよ人間ですから、まあ心配性で、時には夜も眠れないようなことが、まあ、ありましたというかね、時々あります。そんな私がくよくよ吹き飛ばす、心配を消し去り、ぐっすり、結局ね、眠れるようになる。まあ、それはですね、やっぱり神を信じている、信仰があるからだと思います。未来を気にしたら、キリがありませんよね。まあ、もう四六時中心配ばかりで、胃に穴が開いてしまいそうになります。でも未来は神の手の中にある。神が良くしてくれる。だから大丈夫だ。だからね、未来を神に委ねて心配をやめたらいいんですよね。お祈りをして、神様あなたに任せます、あなたを信じます。そして過去も神の手に委ねましょう。過去は変えられないからです。悩んだってしょうがない。もうね、気持ちが納得できなくても神に委ねたらね、ああこれでよかったんだ、そして今に集中して生きたらいい。皆さん、過去から今を見てね、いや今一番良かったじゃないか、未来から今を見てね、いや良くなっていくんだから大丈夫だよ。皆さん、私たちは全て心配を神の手に委ねて、今を感謝して生きていきましょう。悩んでる時、困ってる時、大丈夫さ、主がおられる。苦しい時も辛い時も大丈夫さ、主がおられる。どんな時でもイエスの愛にとどまろう。安らぎに包まれ、心解き放たれてゆくから。イエスの愛にとどまろう。安らぎに包まれ、心解き放たれてゆくから。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタンや、またチャンネル登録もよかったらお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょうね。ごきげんよう。さようなら。